マヌルケイブ VS 朝倉海。何か不穏な空気も漂ってきています。毎回何か事件を起こすのがマネルケイプ、しかしアウトサイダー、その世界からやってきた朝倉海、今回は格好日の丸の鉢巻きにマネルケイプ登場です。まずは朝倉選手。はい、朝倉選手、58.90、クリアです。クリアしました。59キロ契約で争われます。さあ続いてマネルケイプ選手お願いします。はい、ケイプ選手、59.0、ジャストでクリアです。59キロジャストクリア。それではお互いに前に出てきていただきまして、正面を向いてのポーズです。もう早くもフェイス2フェイスに行こうとしていますが、正面です。やはりマネルケイプ選手は正面を向けないようです。やっぱり相手がいれば戦闘モードに入ろうとしています。もちろんそのことは朝倉選手も分かっています。お互いにその手で決着をつけると話します。両者非常に危険なフェイス2フェイスになっています。もうこの辺りしましょう。この2人の対戦がいよいよ明日行われます。59キロ契約の3ラウンドで争われます。